なになに、催してるの？それならトイレ行ってきたら？考え事って？いなくなってる今のうちに椅子に残ったお尻のぬくもりを感じたい。ちょっと待ちなさいよ、冗談だってば。真面目に聞くから話しなさいよ。断られたでしょう。だからもっと一緒にいて立夏の笑った顔が見たいって？おりょりょ、認めちゃうのね。面白くない。そりゃまあ思うわよ。私だって立夏のツーンとした仏頂面眺めてるより、この前の写真みたいな笑顔見てる方が楽しいもん。あんたそんな性格してるわね。事情は分かったわ。この私に全て任せれば問題なし。企画立案私、作戦参謀私、プロダクション瀬川全面プロデュース。仲良くなろうプロジェクト、イエイ。ノリ悪いわね、イエイ。何よ、仲良くなりたくないの？今から放課後炎上しちゃわないの？話くらい聞くのがマナーじゃない？隣であれだけバカ騒ぎされれば嫌でも聞こえてくるわ。私はいい、勝手に行ってきて。あんたが行かないと意味ないのよ。交流会、わかる？交流する気はないわ。後悔しても知らないわよ。後で行きたかったとか嘆いても遅いんだから。しないし嘆かないわ。しょうがないわね。あんたは立夏の右手を持って。私は立夏の左手を持つ。落ちるわよ。
ごめんとか言ってどうして掴んでくるの？カバンも持ってあげたわよ。ほら、行きましょうに。え、いや、離して。覚悟決めなさい。覚悟なんて必要ない。もう、行かないって言ってるでしょ。私の行きつけのカラオケ、メガカラに到着でーす。普通の建物でしょ。もう逃げないから離して。はい、解放&ゴー。私先行って予約してくるわね。あなたも瀬川さんも物好きね。私なんか連れてきても楽しくないわよ。歌ったことないわ。ねえ、今まで一度も行ったことないわ。カラオケってたくさんの人で行って楽しむものなんでしょ？人から？虚しいことする人もいるのね。言い方がいちいちいやらしいわ。やっぱり帰ろうかしら。それは楽しみだわ。行きましょう。はぁ、歌ったわね。もう声カラカラよ。たちももっと歌えばよかったのに。私も私はこれで。あんたはちゃんとリカを送り届けてあげなさいよ。また明日。私の家はここから近いから大丈夫。心配ありがとう。リカをよろしくね。前ほど暗くないし、一人で帰れるわ。もしも私に何かあれば、目覚めが悪すぎて一生後悔する。
ついてきて。ずっと後をつけてこられる方が迷惑だし疲れるわ。男の子の遊びではよくあることなの？男の子って不思議ね。あ、一人だけ女の子も混ざってるわ。あんなに走り回って危なくないのかしら。篠崎さん、キャンプに行った時に篠崎さんが話してくれたのよ。昔はとてもお世話になったって感謝してたわ。本人がそう思ってなくても、された側の人にとってはとても大きなことだってあるわ。きっとあなたが篠崎さんを今の篠崎さんにさせたんでしょうね。どうして？大丈夫かしら？ものすごい勢いで転んだわよ。よかった。無事だったみたいね。私、知らないのよ。子供らしい遊び。そうね。ないわ。公園で遊んだことも、今日みたいにカラオケに行ったことも、何も。小さな頃は、ピアノが全てだったわ。学校がある日は、放課後すぐに帰ってピアノ。休日も朝から晩までレッスン。遊ぶ暇もなかったし、友達と呼べる人もできなかった。でも、それが不満だったとか、自由を束縛されてるとか、そう思ったことはなかったわ。ピアノのある家庭に生まれ、私は自ら望んでピアノを始めた。それだけのことだもの。むしろ、ピアノを学ぶ環境としては、恵まれすぎてたくらいね。
今度こそ本当にナンパ？二人で？そう。なら遠慮しておくわ。下心があるの確定ね。人聞きが悪いわ。試しただけよ。二度も引っかかるなんてね。それなら、あなたが男の子だったことを呪うのね。もうここでいいわ。だって、着いたもの。またね。ありがとう。今日も送ってくれて。おやすみなさい。
然現れて暇呼ばわりはひどいんじゃない？そうね。あなたは忙しそうに走り回ってたみたいだけど。ここからグラウンドの様子が見えたのよ。友達とサッカーしてたでしょ？何が違うの？遠慮しておくわ。鼻の下伸ばして何考えてるの？スカートがめくれるとか？そこまで切り上げる豪快な女性なんてそうそういないと思うわ。あなたの妄想の産物よ。ボタン取れてる。私が縫いましょうか？ずっとそのままだと困るでしょ？いいから言ってるの。待ってて、教室からソーイングセットを持ってくるわ。あなた、私のカバンを漁る気？知ってるわ。慣れれば誰だってできるようになるわ。ソーイングセットの中にあったボタンからなるべく色や大きさの似たものを選んだけど、応急処置よ。後で学校に頼むか、手芸店で同じボタンを探して付け替えてね。このサイズ、前に着せてもらった時も大きかったから。他の男の子のサイズなんて知らないわ。着たのはあなたのが初めてなんだもの。仕方なくよ。汗臭かったし、男臭かったし、何よりあなたの匂いでいっぱいだったし。でも、私を助けようとしてくれたのよね。それに、嫌いな匂いでもなかったわ。はい、おしまい。ボタンつけるだけだもの。着てみて。つけ方が緩かったらもう一度縫い直すわ。よかったわ。え？考え中よ。
だったら、ここで今すぐ返事しましょうか。ごめんなさ。あなたこそ、自分の望む答えが聞けるまで、ずっと引き伸ばす気じゃないでしょうね。どうしたの？面白いことなんて言った覚えないわ。変わった人ね。海と水生生物の楽しさ、美しさ、雄大さ、素晴らしさを伝えられる出し物で、大坂さんが星関連の何か。マリンピア潮凪が閉館してしまって以降、ずっと何かできればと考えていました。ですが、一人では何をするにも難しく。星に興味を持ってくれるもの。うん、それが目的。諦めた方がいい。異論ありません。私も考えておきますね。右に同じ。待ちしてます。うん。何かいいアイディアがあるの？私とあなた、それに沖原さんと大坂さんの4人だもんね。そうだったんだ。鳴沢さん、入ってくれるといいね。楽しくなりそうだよ。誰か手伝ってくれそうな人か。